それではこれから私たちの研究内容を紹介したいと思いますけれども、コンピュータの画像を使って少しご説明最初にしたいと思います。ここに示しているのが我々が材料として使ってます、分裂酵母という微生物なんですけれども、我々と同じその真核細胞というものの仲間ですので、その真核細胞がどうやって増えていくかということについて、いろんな研究成果が出て非常に有用な研究材料になっています。これは細胞が増えていく様子を示しているんですけれども、これは普通に栄養状態がいいと分裂酵母は栄養を吸収して細胞を2倍にしていくという、そういう増え方をします。ところが栄養状態が悪くなってきますと、分裂酵母は原数分裂という特殊な分裂様式を行います。で、原数分裂っていうのは、私たちですと体の中で例えば精子や卵子を作る、そういった時に起こる分裂様式なんですけれども、分裂酵母はその栄養状態が悪くなるということを認識して、細胞の活動を非常に大きく変化させて原数分裂に入っていくわけです。私たちはじゃあどうしてその、普通に二分裂をしている細胞が原数分裂にそのスイッチされていくのか、そういうメカニズムに非常に興味を持って、これまで調べてきたわけなんです。それでは原数分裂がどういうふうに始まるかということをちょっとお話ししたいと思います。いろんな細胞の活動っていうのは遺伝子で支配されているってことはよくご存知だと思うんですけども、遺伝子からはメッセンジャー RNA という RNA が作られまして、そのメッセンジャー RNA からタンパク質ができてきて、タンパク質がいろんな機能を果たすというのはそういうことになっています。細胞が二分裂で増えているときと原数分裂ので増えているときと比べますと、やはり働いているタンパク質がかなり違います。すなわちその原数分裂に特異的に必要とされるそういう遺伝子がたくさんあるわけですね。で、我々はその原数分裂に特異的に働いている遺伝子のそのメッセンジャー RNA には非常に不思議なというか目印がついているということを見つけたわけです。で、今ここで写していますのは分裂酵母の細胞から RNA を取り出す操作なんですけれども、その分裂酵母の細胞を書き取ってこういうふうに攪拌するわけです。それによって細胞が壊れて中にある RNA とかタンパク質が外に出てきます。で、この壊れたものの中から RNA を取り出す、寄り出すというかそういう操作を行います。で、こういうふうにして原数分裂をしているその細胞からメッセンジャー RNA を取ってきて研究しましたところ、その原数分裂に必要とされる、全部ではないんですけれども、その一部のものにはその目印となるそういう配列があるということが分かってまいりました。で、この配列はどういう役割をしているかというと、その体細胞分裂、その二分裂で増えているときにこういうメッセンジャー RNA が出てくると、それを積極的に細胞から取り除く、そういう目印になっているんですね。で、さっき私たちはその原数分裂を始めるのに必要な、スイッチとなるタンパク質というのを見つけたんですけれども、そのタンパク質の働きというのがこの、原数分裂に必要なメッセンジャー RNA を壊すシステム、それをストップさせている、そういうことが分かってきたんですね。その原数分裂をのため の, そのメッセンジャー RNA をそれによって、安定的に発現させて原数分裂に必要ないろんなタンパク質を、細胞に供給できるようにしている、そういうことが分かってきました。私たちそのまた前段階のもちろん研究もあるんですけれども、かなり早い時期からその原数分裂は面白いんじゃないかということを思ってましたし、それから我々分子遺伝学っていうのが、私たちのグループの名前ですけれども、その遺伝子を調べていく、その遺伝子を調べるのに突然変異を使っていく、そういう手法でかなり面白いいろんな突然変異、原数分裂に関係する突然変異を我々が集めたんですね。で、そういうものっていうのは我々の財産で他のグループは持ってないわけですね。で、そういうところでやはり国際的な競争に勝っていけたっていう、そういうふうに考えています。今のところこういう原数分裂の研究ができるのはやはり酵母のシステムっていうのが非常に先頭を行ってまして、例えば高等動物とか高等植物なんかではまだそれほど研究が進んでないっていうのが現状です。ですからこういう酵母で見つかってきたことを元にして、で他の生物でどうなってるかっていうことをこれから一生懸命調べていきたいというふうに考えています。